おう、ロベリア、君はいつも美しい。いけないわ、カミル。だって、あなたにはエイプリルやメイの他にもたくさんガールフレンドが。ああ、ロベリア、ロベリア、それは誤解だよ。ほら、僕の目をご覧。ね、僕の目にはロベリア、君しか見えないんだよ。カミル。ロベリア。まずいな、ロベリア、もっと静かなところに行こう。え、だって、ロベリア、静かなところだよ。手を離してくださらないカミル。ああどこなのここ。怖いわ。お城の中にこんなところがあったんだ。早く帰りましょう。ちょっと見ていこう。何の部屋なのかな。カミル、何か光ってない？え、見てみよう。待って、置いていかないで。なんだこれ。ダメよカミル、勝手にいじっちゃ。大丈夫。あ、君たちは。僕の名はマッシー。僕の名はハッシー。その瓶に閉じ込められていたんだ。君たちのおかげで自由になれたよ。ありがとう。え？もしかしてまずったかな。とっくに出かけちゃったよ。夜更かしばっかりしてるから。うぐぐー、いらっしゃい。ゆめこ、何落ち着いてんの。幼稚園のバス窓だもん。テレビ見てる。今日 J リーグやってるじゃない。火付け役となっています東京ベルイレブンの倉沢純選手に来ていただきました。おはようございます。この人かっこいい。そうよね、私もファンだもん。ゆめこ、急ぐんでしょ。ああ、行ってきます。毎日が楽しいです。たくさん人がいるね。みんな忙しそうだね。遅刻する。あー、すいません。あれ、エリカ様だ。違うよ、エリカ様のそっくりさんだよ。ほら、人間界には魔法の国の住人とうり二つの人間が必ずいるっていうだろ。そっか、そういえばエリカ様はもっとおしとやかだよね。でも面白そうな女の子だな。ついてってみようよ。ゴリシゲオ43歳、生活指導担当の名において遅刻は断固取り締まるぞ。さあ、このチャイムが鳴り終わるまでだ。セーフよ。お、田中小林、小林、貴様遅刻だ。小林、セーフ。まだチャイム鳴ってるもんね。こら小林、ローラースケートでの投稿は禁止だぞ。大地くん素敵。よ、日比野。あ、大地くん待って。くそ、小林のやつ。ん、何を待っちゃダメ。今度は遅刻だ。惜しいな。やった、遅刻止まった。
野原アウト。あれ、私いつの間にセーフ。ま、いいか。セーフセーフ。どうなってんだ。おはようございます。アウト。は、アウトったらアウト。は、はい。突然だが、これからテストを行う。みんな教科書をしまえ。くそ、抜き打ちテストなんて卑怯だぜ。もう先生の人間性を疑っちゃうわ。予告されたってできないのに抜き打ちだなんて。私は大丈夫だけどね。ああ、よし、答えは3番と。わかんない。みんな苦労してるな。何しろ俺が徹夜で考えた問題だからな、簡単に解けるものはいないだろうな。こんなの簡単だよ、ちょちょいのパッ。あれ、できちゃった。何、見せてみろ。そんな簡単にできるような問題じゃないはずだから。合ってる、全部合ってる。俺もだ。どいつもこいつも満点だ。なんでだ、どうなってんだ。チャッピー、やっぱり変よね。はい、まるで魔法みたいだ。さっさ、ひょっとして誰かが。その通りでございます、エリカ様。レン、あの人間界で起こっている奇妙な出来事は、皆お城に住む双子の妖精マッシーとホッシーの仕業でございます。マッシーとホッシー。あの妖精たちはあまりにいたずらが過ぎるというので、お仕置きで瓶に閉じ込められているはずで。さっさ、それをこの二人が解き放してしまったのです。申し訳ありません。いや、悪気はなかったんだけど。当たり前です。はい。それでその妖精たちは人間界に逃げていったわけね。大きな騒ぎにならなければいいで。さっさ、なんか今日は変なことばっか。ひめちゃん。あ、ねえねえ、知ってる？何を？ひめちゃん知らないんだ。何のこと？あのね、あのね、今日ね、ジュンがうちの学校に来るって。誰それ？やだ、東京ベルイレブンの倉沢潤に決まってるじゃない。え、あの J リーグの？うちのサッカー部の OB なんだって。後輩の指導に来るらしいよ。行く、潤なら絶対見に行く。そうかなくちゃ、行こう。うちのサッカー部も大したもんだ。うん、全ては聞かせてもらったわ。私は大地くん一筋なのに、野々原さんって気が多いのね。そうですよ、軽薄。ほんとミーハーなんだから、うんうん、でも世界の純が来るなんて、こんないい話野々原さんたちだけに独占させておく手はないわ。行きましょう。会長、ほらパス出せ、こっちだ。行け行け。あらあら、えいえい。さすが先輩、やっぱり純だ。さすがプロね。あれ、おい、ボール蹴ってくれないか。いやー、こっち見た。ひめちゃんボール蹴りだよ。オッケー、私が蹴る。そーれ、あっ、消えた。誰だ今蹴ったの。あれ、何突っ立ってんだあいつら。君があのキックを？ねえ君、はあ、君が蹴ったんだろ。はい、2年C 組、日比野ひかるです。わあ、
ジュンが、世界のジュンが爽やかな笑顔で私を、私だけを見つめている。キャイ、触っちゃった、触っちゃった。実はね、今のキックをもう一度見せてほしいんだけど。いや、やります。ジュンの頼みなら1000回でも1万回でも蹴ります。1回でいいよ。はい、頑張ります。どうなってんの？なんだかすごいよね。何やってんだよ。あ、小林くん、今すごかったんだよ。ボールが飛んできて、それを姫ちゃんが蹴ろうとしたらね、日比野さんが出てきて蹴っちゃったの。あ、ボールをね、姫ちゃんを蹴ったんじゃないよ。誰もそんなこと思わないよ、まなみ。もう一度やるみたいよ。よし、そこから蹴ってみてくれ。思いっきり頼む。あ、私のシュートをジュンが受けてくれるなんて、私って幸せ者。どうする？あの子ロベリアに似てるから、きっと性格もいい子だよ。そうだね、じゃあ応援してあげるか。風立ち第一中学校2年 C 組、日比野ひかる、いきます。えい、いや、スカートが。消えた。やっぱり魔球シュートだ。キャー、キャー、私すごい、やだ、すごい、やったやった。日比野さんって言ったね。東京ベルイレブンに入らないか。あ、君を J リーグ女性選手第1号としてスカウトする。さんが J リーグ、日比野さんが J リーグ、なんでなんで、信じらんないよ。私だって。でも確かにボールが消えたのよ、2回も。今日は変なことばっかり。てっきり遅刻だと思ったらセーフだったし、試験じゃ満点取っちゃうし。姫ちゃんが満点？そりゃ変だよ、すっごく変だよ。そんな力入れて言うことないでしょ。ごめんね、姫ちゃん。まあ、自分でも変だと思ったんだけど。エリカからの連絡だ。姫子、大至急連絡。今日そちらで起こったおかしな出来事は、みんな魔法の国から逃げた双子の妖精、マッシーとホッシーの仕業なの。双子の妖精？悪い子たちじゃないけど、とってもいたずら好きな妖精なの。二人の姿は人間には見えないわ。私たち魔法の国の住人でさえ時々しか見えないくらいですもの。へー。このまま放っておくと何をするかわからないから、今レンやチャッピーたちと相談しているところなの。姫子、もう少し待ってね。そうだったのか。やっぱり魔法の国に関係してたんだね。J リーグにね。それでやっぱりベルイレブンに入るの？そりゃサッカーなんて私のあふれる才能のごく一部だけど、世界の順がどうしてもって誘うもんだから。自分に誘われちゃ断れないよね。来週の日曜日、ベルイレブンの監督さんや取材の人たちも来て、その前で魔球シュートお披露目するの。正式契約はそれから。全国3000万のサッカーファンが私を待っている。狭い日本には飽き足らない。やがて日本チームを率いてワールドカップにも進出よ。私は世界のフィールドに咲く華麗な一輪の花。隊長、大地くんファンクラブはどうするんですか？もちろん続けるわ。愛は永遠。世界のスーパースターになっても私と大地くんとの絆は変わらないわ。いいな大地、相変わらずモテてるな。いや、冷やかさないで。ああ。お、笑ってる。お、タカ。野々原さん。何にも言えないみたいね。それも当然。
どう言ってもネタ味噌汁のタレになっちゃうものね。大丈夫かな、日比野さん。後で妖精たちのいたずらだって分かったら。ああ、うちへ帰んないとエリカと連絡取れないしな。そうだ、とりあえずアリサカ君に相談してみよう。なんてったって魔法の国の人だもんね。ひーめちゃん、何僕に話って。日比野さんのことかな。うん、ああ、まあそうなんだけど。任しといて。そのことなら大丈夫だよ。ね、姫ちゃん。え、分かってんの？なんだ、そうか。さすが有坂くん。どんなに日比野さんが脚光を浴びようと、世界中の男の子が日比野さんに心を奪われたとしても、僕の気持ちは決して変わらない。何？僕の愛は姫ちゃん一人のものさ。だから何も心配することはないんだよ。ね、姫ちゃん。何勘違いしてるの？え、違うって、何が違うの？え、なんだ、分かってないのか。姫ちゃん。あ、ごめんね、痛かった。じゃあね。え、相談する人を間違えた。このどこかに妖精が本当にいるのかな。あれ、なぜ6月に桜が。エリカ、日比野さんすっかりその気になってる。一言だけどちょっと心配。姫子。あ、え、姫子、驚いた。ママの魔法の力で直接姫子に声を送っているのよ。ちょっと待ってね、今ママと変わるから。ママ喋って。姫ちゃん、お久しぶりね。あ、王妃様の声だ。いつもエリカからお話は伺っていますよ。元気で頑張ってらっしゃるようね。今回の騒動には驚いたわ。それでみんなと相談したんだけど、あ、王様には内緒よ。王様に話すと話がほらオーバーになるでしょ。このままあの妖精たちを放っておいて、もし人間たちに見つかったりしたら大変な騒ぎになるわ。なんとしても捕まえなければ。それでその役目を姫ちゃんにお願いしようと思うの。私が、私できるかな。大丈夫。そのために新しく特別な力を送ることにしました。姫ちゃん、魔法のパレットと魔法のペンを机の上に置いて。置きました。ではそちらに力を送ります。魔法のパレットに新しい力を吹き込みました。ペンはマッシーとホッシーの居場所を示し、パレットはその光で2人の妖精を捕らえることができるでしょう。ガーッ、ポコタン、あああああ、ポコタン、ああ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 、すごいや、すごいすごい、飛んでる飛んでる。に注意しましょうね。はい。さあ、姫ちゃん、この2つの道具を使ってマッシーとホッシーを捕まえてください。でも私、ドジだし、おっちょこちょいで。姫ちゃん、よく聞いて、
魔法の力を使いこなすには何よりも一生懸命でひたむきな心が必要なのです。あなたならできるわ。姫子、私からもお願い、引き受けて。姫ちゃん、ん？やろうよ、僕も手伝うよ。うん、わかった、やってみます。ありがとう、良い知らせを待っています。頑張ってね、姫子。よし、いたずら妖精を捕まえるぞ。おう、魔法の国から持ってきたスペシャルエッセンスは妖精たちが大好きな香りなんだって。このエッセンスを入れたホットケーキを作って妖精たちをおびき出せば。でもすっかり天才サッカー選手になった気でいる日比野さんはどうなっちゃうんだろう。次回、ホットケーキは甘い罠、イケイケゴーゴー。